卵のどんは北海道千歳市のご当地キャラクターである。千歳の観光を盛り上げるため、卵をモチーフにしたご当地キャラクターとして登場した。北海道うち一の鶏卵生産量を誇る地元産の卵を PR しようと、千歳市の商工会議所はご当地怪獣キャラクター、卵のどんを作成した。広告代理店の第一通信社が全国各地で展開する。 ご当地怪獣シリーズから生まれたもので他にもご当地怪獣が存在している。造形化でテレビ東京 TV チャンピオンフィギュア王選手権で優勝した佐賀江博士と脚本家の村井貞幸によって制作された。佐賀江博士は特撮美術、特殊造形またフィギュア作家でもある。1999年 TV チャンピオンのプロモデラー選手権に出場し、 決勝ラウンドまで残る。2006年、フィギュア王選手権では優勝し、初代フィギュア王となる。村井貞之は、脚本家である。奈良県出身。1993年、飛べない乙女の授業中で、第6回フジテレビヤングシナリオ大賞大賞受賞。特撮脚本家6人が集合。ご当地怪獣のオリジナル小説集発売。 トリ族という守り神が眠っている。この道内のどこかに。それは北海道の鳥たちの間に受け継がれる言い伝えであった。しかし、それはただの伝説ではなかったのだ。ある時子供たちが新千歳空港のロビーでお土産の卵を割ってしまったことか事件は起こった。地面が割れ巨大卵が出現し、その卵が割れ、中から怪獣、卵の丼が現れ、暴れ出したのだ。 飛び立とうとする旅客はを自分の母親と勘違いするも飛べず、さらにき凶暴さを増す怪獣。卵のドンの沈静化は不可能かと思われた時、血と世中の鳥たちが鳴いて卵のドンをいさめる。その思いが伝わったのか途端卵のドンの体は弾け、無数の羽の生えた卵へと変化し空に飛び立った。 怪獣卵の喉ンとは一体何だったのかそれは誰にもわからないといったストーリー設定がある。ありがとうございます。